也です。今日は、姉ちゃんが一応本当は1ヶ月で受けなきゃいけなかった健やか赤ちゃん訪問というなんか助産師さんが家に来て成長具合とかを見るというそういったまあイベントというかまあそれをやる日です。なんかどうやらそれを受けないとなんだ子育てなんちゃらのなんか10万円分の券がもらえないということで、まあもう推移の時にやってたんだけどどういう流れだか全く覚えてなくて、お客様に聞いてあそういややってないなっていうのでまあね結構忙しくてあっという間に日々が過ぎていたというのもあるんですが、まあちょっと1ヶ月は過ぎてしまったんですが、これから助産師さんが家に来るということです。骨ないんですが皮膚の下にすぐ脳があるわけじゃないので、お姉ちゃんがちょっとこうやって触ってても大丈夫です。あ、そうなんです。であの、うん、このぐらいこう触ってても、はい、で10ヶ月から1歳半としますね。視診がね少し時からですよ。サーモンパッチっていう名前が、うん、サーモンパッチ、はい、で血管腫っていうのが一つの種類なんですけど、一歳までに絶対消えちゃいます。そうなんだ、ね、寂しいの消えちゃう。あ、消えちゃう。寂しい、寂しいじゃん。あんまり最初いないんじゃない。あ、そう、消えないんですかね。消えないことの方が多いですね。そうなんだ、ね、お顔出しね、はい、行きます。はい、そう、え、そう、1ヶ月検診の時もこのぐらい立ててます。行きます。はい、下がりました、下がります。1回下がります。スイちゃんがシナプシュ好きなんで、ほい、狙いはこれ。わっ、来たんじゃね。俺はなんだ、ライオンかな。ライオンだよ。ライオンか。ワンちゃんもう一回いける。まあ、ライオンでもいいけどね。ライオンもだって大きそうじゃない。ね、しょうもないことに待ち時間があるのが悪い。あ、ライオンか。ライオンだ。でもいいね、大きいよ多分。まあ、ちょっとライオンどうにかしてもう一回行っちゃおう。スイちゃんのために900円散財してるわ。え、こんなに大きいんだよ。だってほら、これ気になるね。あれ、え、嘘でしょ。なにこれ、入んないよ。ほい。あー、ダブルライオンだ。まあ結果ね、こういうサイズか。結構でかいね。でかいよね、メインサイズだよ。メインがまさかのニコニコ。ニコニコだった。まあ1個はストックとして、うん、このね、シナプシュ水がね、プチュプチュって言ってるから、うん、まあそんな感じの、しょうもないちのご飯を待ってる間に無駄に散財してしまった。どこにあったのあれ。何が、あの、なんだっけ、両替機。両替機、中の店内で。あ、店内にあったの。まあ実はまだ500円あるけど、まあでもさすがにいいかな。
待ちに待ったお寿司ですね。美味しい。サクッと食べて帰りましょう。はい。はい。なぜか2日連続の今日はこれなんだ、葉山公園。謎の弾丸海。一瞬でびしゃびしゃになったね。無理。つい。すげえな。車の中でさ、さっきまであったん、うん、まあいいよです。いーちゃん、このサムネだわ。これがサムネです今日の。チューチュー。よし、じゃあスイちゃん寝ましょうね。え、歯磨くことできたね。ちょっとね、どうぞ。女子力自分でクリーム塗っちゃうんだよね。ちょっと待った、どこに塗ってんのよ。とんでもねえ量塗ってるけど。うわ、すごい志村けんみたいになってるよ。バカ殿様みたいになってるよ。よし、じゃあおやすみ。あ、ここここ、あ、ビシ高い。あ、そこはね、そんな体勢で歯磨いていいって言ったっけ。顔カッサカサだけど、うん、カッサカサだけど、カッサだよ、カッサカサカサ。ごめん、ね、すごい、もう油ぎっしゅじゃん、すい、ね、首かゆいの、ね、ダメだよ、首かいちゃ痛くないね。また寝たらクリーム塗ってあげる。大丈夫よ。はい、ブー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 。スイちゃん。ニャオはまだ早いぞ。ブーブーゴブタ。タヌキ。タヌキ。キツネ。キツネ。猫。ね、おお、上手。猫。チュチュ。ブーブーブー。ブーブーブー。お、上手。ブー、じゃブーブー。ブーブーブー。おお、痛い痛い痛い。ポンポコポン。コンコン。コンコン。にゃー。にゃー。おー、上手。にゃー。痛い。あ、痛い。痛い。にゃー。おやすみ。スイちゃん、電気消すよ。いい？いい。モノマネがすごいな。じゃあ、おやすみなさい。パパ、バイバイ、チュチュ、バイバイ、バイバイ、バイバイ、おやすみ。